お疲れちゃんさらです。今日なんですけども、やばすぎる。マジでこの世のね、出来とは思えない。いい意味で、いい意味でです。このような出来とは思えないね、やばいデッキでトロ上げてるプレイヤーがいましたんで、ちょっとそのデッキをね、ちょっと使ってみようかなと思います。なんと日本のね、こちら日本13、世界でもマジやばい、80位のベスト18の最多の88です。はい、ゴリゴリ化け物のマコツメシさん、はいですね。さあ、この方がね、このエリポンミラーなんだこらっていうアイゴレネクロみたいな、ジャイとかいないんですよ。スーパーキーなのかなと見せかけて、ただのアイゴレネクロダックプリミニペレイジっていう、えぐいデッキです。えぐい意味わかんないデッキなんですけども、まあこれでマジで8200付近と言ってますんで、ちょっとね、いや面白そうだなと。意味わかんないでしょ、これで。なんでこれでトラ上がんのっていう話じゃないですか。ちょっとね、早速、どんなものかちょっとやってみようかなと思います。マジでちょっと今期いろいろ、僕あのクローンだとか小屋だとかで、まあ、トラ上げ してるんですけども、ちょっとそのね、外役デッキコレクションに勝手に任命させてもらって、俺のデッキに入れたいなと。さあ、ちょっとね、エリポンを多分置くのがね、重要だと思うんですよ。エリポン置いてをやりまくっての後半のアイゴレネクロジャクブリミニペレージ、いやー、考えるだけで恐ろしいですね。すごくない？なんでこのデッキになったんっていうの知りたいよね。マジで。しかもこのデッキで潜ろうと思わないですからね、普通の人は。いや、もうそれがセンスっすよね。さあ、ということで、スケラかなんかがすごい来そうですけど、スケラに対してネクロめっちゃ強いです。まあバルーンでしたね、ランバーなんで。まあバルーンはこれでもさ、結構熱くね。あれでトルネでもしてくんのかな。おっ、さあこれは電車行ってらっしゃい。マジネクロで、まあ、バルーン一発入ったなんですけど、これ相手止めれないんじゃない。見て、いけ。ああ、まあトルネもあるか。一応これ追いミニペしたら熱いかな。いや、する必要もない。いや、ここはマジで冷静にエリポン来ます。さあ、これやばいな。これちょっと待ってよ。まあネクロだけだとね、やっぱこうバルーンをね完全に守るっていうのはまあ不可能なんですけども、今みたいにバルーン受けますけど、それと同時にカウンターでこっちも攻めてあげると意外とね相手の方がきつかったりします。あ、レイジ入んね。キモいことしてんな。さあ、問題はマジでこっから、あー、これスケがいるからさ、釣れねえのか。よいしょ。あんまなんか考えずにね、レイジした方がいい感じになりそう、マジで。いや、ネクロめっちゃ頑張ってんな、マジで。やばくない？これどうする？エリポンの方がいいのかな？まあ、一旦行ってみるか。これやばいか。これマジでキモいな。えぐいくね。でも、あー、これちょっと待って、やばい、これ待って、めっちゃ楽しいかも。レイジチャレンジしてる、勝手に一人で。はい、勝ち。いや、これ多分もっとエリポン貯めてもいいのかな。エリポン置きまくってからの、まあ、言っちゃえば三重子と同じ理論、三重子の三重子いない版みたいな、似てはいるっすね。さあ、エリババで攻めまくるみたいな、そのダックプリミニペでのネクロ版よりも、なんかそれに特化させたというか、エリポンレイジチンパニーはこれやばいよ。相手がなんかね、甘えて攻めてきたのをカウンターレイジでアイゴレ盾にワンパンできるっていう、これ絶対ジャイだもん。これ、このアイゴレ絶対ジャイだし、ザップすら入らないしな。あー、かぶったらマジで泣いちゃう。さあ、適当にターゲット取って、まあ少々ダメージ受けてはいいかな。あー、これあれだ、あの最近の流行りの、マジで流行りのマスケと
巻いて入ったらホグっすね。デリバリーだったり、デリバリークエイクウッドだったり、なんかデリバリーじゃなくてウッドだったり、まあいろいろいろんなことがある。そう、まあちょっと嫌なの引いたかな。クエイクなんでエリポン、これどうしようかな。エリポン置かなきゃ突破できないけど、置いても壊されちゃうっていう。さあこの相手にはどう立ち回ればいいんでしょうか。さっきぐらいなんか楽にねいけるといいんだけど。おい、マスケターゲット天才か。いやー、一旦置くか。一旦置いてクエイク打たれて考えるか。打たれます。いや打たれたら結局良くねえな。やばい、あマジで渋い。このデッキだけはマジで渋い。なんか他の、おーでかい、クエイクデッキとかだったら陸受けが意外と少ないとかあるんですけど、このデッキに関してはそこそこにある。よいしょ、耐える。さあ問題はマジで俺の攻めどうしようかな。いや、いかつ、いや、なんかワンチャンありそうだよね。さあ相手がビビってくる。待ってよ、これだって2個目の日本がちょっと強いでしょ。熱い一発。お、ここか。いやー、もう一回待つ。いや、あのマスケな、仕留めれたら熱いな、マジ。スケが、スケが多すぎてやばい。マジチンパ。お、ミニペが入りそう。いや入らないか。いやマジでなんかありそうじゃね。こんなんで勝てんのかな。勝てそうだなマジで意味わかんねえだろマジで、いやマジで意味わかんねえけど勝ったわ。はい、いや意味わかんないですね、でもマジでわあやばー、これやばいな。もうデッキなんでこうなったんだろうね。いや俺もなんか結構デッキ作るの好きなんすけど、やっぱウッドなんかね、やっぱ呪文は1枚入れたいんすよね。ウッドとか、まあ、ザップでもいいや、ヤナアメでもいいし。いやこの編成はねマジですごいな、こればっか楽しいっすよ。まあ多分コメント欄で絶対ね、トル5000体でいるデッキって書かれるんでしょうけど、まあいるでしょうね。まあでもこれをね、上位のプレイが使うから強いんですよね、より。さあウィザードやだな、ちょっと待ってよ、それやだよマジ。暇、レイジネクロであのウィザードとタワーを、うわーマジ渋い。なんだこのデッキ。こういうことなんでしょうね。だって親衛隊も抑えたし、何かいるのかなっつって、はいカウンターでしょ、こうレッツゴー。もう一回おかわり来ちゃうが、これも全部ネクロで回収。なんなら結構溶かしたっすね。おい、いいんちゃう、気持ちいいな。タワーってこんな簡単に降りちゃダメなんだけどな。これ許容したら痛いかな。
いやー大丈夫な気がした。やべえ、13レベルの親衛隊舐めてたな。バカ痛えじゃん。え？やりすぎやりすぎ。さあ、あれでもなんか同系統っすね。親衛隊ミラー。チンパンやないかよ、最近のクララはこうなのか。おー。まあ、ネクロミラーかダークプリミラーしとけば、なんでも守れそう。さあ、このデッキの本気、エリポンゲー。レイジまで添えれるよ。どうするこれ。レイジ添えてあげる？まあ、いいか。いやー、もう一個エリポンいたらさ、さすがにバッカな。もうこ、アイテム置いてきたし。あれ壊してあれマジで壊して。うわ、マジで、キモいな、お互いこれ。最近ちょっとね、キモいが口癖になってる、よくないな。やばいよね、これだって。どうするこれ。二人でなんかチャレンジでもやってんのかっていうような。試合展開、まああれ全部アゴで誘導できるんで右サイドに出してもいい。でもネクロのせいで誘導できないのだけやばい。あ、これやばいな、冷静に。あ、マジでやばい、本当に全部なくなっちゃう。やばいやばいやばい、待って、やばいやばい、マジでやばい、本当に普通に負けそう。何これ。うわ、マジでマジでやばい、これどうする。ネクロやばいな、これ。こういう試合？これマジ。いや、これでもぶっ破したらさ、相手これ止めれんのって話よね、マジ。ね。止めれんのって話よね、これ。親衛隊で。親衛隊でこれ止めれんのって話よね。いや、ウィザード強。止めれんのって話なのよ。ネクロ行け。ネクロ暴走しろ。ミニペ行け。殴ってこい。いやあ、熱い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 、ネクロネクロネクロ、スケルトン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 って防衛、俺の、おお、すごい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 。え、めっちゃく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 めっちゃ行ってエリポン行ってる場合じゃないよ。もうゴリ押しです、エリポンのね、パワーがもう恐ろしいな。結局でも今の環境もね、クエイクがやっぱ結構いるからエリポンも減っちゃったんですけどね。さあ、とりあえず5番目にエリポンがなかなか来てくれない。5番目にエリポンあれば何でもできるけど、さあ、強制エリポンがどこにあろうが、5枚目6枚目7枚目8枚目どこにあろうが強制的に回してしまう。うわー、エリポン来てー、これドリクルだー。おー、全然違った。さあ、まあこれも結局許容なんですよね。まあ暇なんでこれぐらいいくか。行き過ぎか、暇人にしてはやりすぎか。あ、でもなんか、お、見て、いやー、なんか思ったより良くないですね。さあ、バレルミラーのやつ、痛すぎる、これやばいぞ。相手が陸受け超大量です。陸受け超大量かつマーザニングザッピースケルトン部隊スケキンキョスケ、これを突破できたら本物だな。ファイブ打ってくれ、打ってくれ、でかい。レナンダもう一回ファイブが来るもんな、これ。うん、急いで回収しよう。いっぱいいっぱいいっぱい回収しよう。今の間に、今の間にいっぱい回収して、よし。さあ、いやー、これもうちょっと耐えないといけない。マジで耐えて耐えて耐えて、踏ん張って踏ん張って踏ん張ってですね、ガチで。俺がどんだけ踏ん張れるかだ。よし、まあマーがやべえな、これ。でも冷静に、冷静に相手のマーがやべえ。
これやばいね。誰がどう見てもやばいよね。耐える？耐えれませんね。あ、無理ですよね、やっぱり。はい、無理です。無理な時もある。いや、これはもう、無理どころの話じゃない。戦うのがおかしかった。うん。マッチングした瞬間に諦めるぐらいの、やつか。いや、でもこれも、結局ね、エリポンなのよ。本当にね、初っ端からリポンポンって置いて、ポンって置いて、やばい、相手がファイボない、やばい、どうしようとかなってたら、はい、グッドゲームっつって、たまに勝てる時もあるやつなんですよね。まあ、これがリポンのね、運命なので、いや、しょうがないけど、さすがに硬すぎたね、あれは。きつい。さあ、亀合将来い。クエイクは持ってない相手がいいな。さあ、赤月。デイダラ君、さあゴースト来る。おお、これマークすごい。初手ゴーストヒースピもなかなかじゃない。まあ、俺ぐらいになるとレイジまで行っちゃいたくなるよ。おい、三重師っぽいね。やろうじゃないの、俺と一緒にエリポンパーティー。レイジあるからね、ミラーもあるからね。さあ、ここで相手に何が、もう三子出してくるか。出してくるならもう一旦通常低めで。やばいやばい、待って、いうのなんか飛んでくんのかなみたいな、そういう素振りだけ見せて。まあいいや、エリポンクし、もうダメージ上げます。その代わりエリポンください。ね、でもエリポン受けれんかったもん。一回やばい、これあれれ、いやー、でもこれは美味しい。全許よ。マジでヤンキーすぎー戦い方。これぐらいがちょうどいいな。ヤンキーがええねんな。ヤンキーが相手ミラーあったっけ、なかったか。これどうする、どっちかぶっぱだな。三寿司一体の方がいい。いやー、もう一個置かないとな。いやー、ここで置くのは結構ヤクザか。ネクロでユニット貯めてしまうのが怖い。俺のターンが来るぞ来るぞ。耐えろ耐えろ耐えろ耐えるんだ耐えるんだ。男はね、やっぱ耐えるんだ。今やつはみんな耐えるんだ。え、耐えろよ。やべ、なんか耐えれてねえんだけど、どうしよう。強い、あなた。俺のタワーもうボッコボコなんだけど。いや、でもこっから勝つのがもうね、一番いいでしょ。いやー、まあまあまあ、まだ焦んなって、1分20秒もあるんだよ。ゆっくり行こうぜ、マジでよ。
あ、サンジ強すぎマジで。あ、終わった。なんでやねん。さあ、分からされました。いや、この時むずすぎたわ。俺にはまだ早い。ということで、このね、レイジデッキ、マジで8200ぐらいいけるポテンシャルはあるみたいです。いや、マジで大変ですけども、皆さんもちょっとね、ぜひ気になった方いましたらやってみてください。チャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。